表に看板出しておくね。え、そうなの？ありがとう。結構重くなかった？ちょっともう何それ。それじゃあ他にやることは。え、いいの？ありがとう。それじゃあ行ってきます。教室行こうぜ。いいじゃん。中庭で食べた方が絶対美味しいもん。うん、新学期始まったなって感じがする。だよね。冬休みも楽しかったけど、やっぱり学校はいいよね。クラスのみんなにも会えるし。私は冬休みもうちょっと長くてもいい気がするけどな。秋ってただでさえ短いんだから、いっぱい学校に来たいじゃん。いや、これからいろんな行事で生徒会が忙しくなってくるし、ただでさえ2年生なんだから進路とか。っていうか、かすみ、進路希望調査票ちゃんと提出したんだろうな。提出期限今日までだったろ。もちろん、私は進学に丸をつけたよ。まだ学校は決まってないけど、大学行きたいから。私も進学に丸つけた。お前ら、大学の学園祭よっぽど楽しかったんだな。アリサも進学だよね。まあな、まだ志望校は決めてないけど。私も進学にしたよ。志望校はこれから塾の先生と話し合うんだ。さやちゃんはもう決まった？私は実はまだ決まってないんだよね。おいおい、大丈夫か？来週の月曜日から三者面談だぞ。そうなんだよね。いろいろ考えてるんだけど、担任の先生にもそろそろ出しなさいって言われてて。まあだったらせめて進学か就職どちらかに丸つけといた方がいいんじゃないか。だよね。あは、まあ来週までには決めておくよ。焼いてきたからみんなで食べよう。やったー。じゃあ私このメロンパン。わー、このクロワッサンこんがり焼けてて美味しそう。おお、お目が高いね。それ私の自信作なんだ。いいの、私もクロワッサンにする。あ、答え2つも言ってる。大丈夫だって、いっぱい焼いてきたから。リミリンにはチョココロネ。ん？どうしたのリミリン。ううん、なんでもない。サーヤちゃん大丈夫かな。